どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、じゃじゃーん。ポケットトミカ、一緒に遊ぼう、つながるターミナル編、全6種類見ていきたいと思います。まずは黄色いカプセルから、パカー。ガイドブックはこんな感じになってて、ラインナップ6種類が書かれてますね。三菱ふそうエアロクイーンブルーバージョンに、三菱ふそうエアロクイーンオレンジバージョン、マツダ CX5 に、イスズエルフに、ストラクチャー A グレーのストラクチャー B イエローとなってますね。横には組み立て方が書かれてますね。黄色のカプセルの中にはこちら、ストラクチャー B ですね。イエローが入ってました。はい、パーツのね、底はこんな感じになってて、この部分で、差し込めるようになってるみたいですね。ぐさ、いろんな組み立て方できると思うんですけど、簡単に組み立てちゃうと、セットしてぐさーで、もう一枚ここに、おーすごい大きなフロアができましたね。で、この柱のようなパーツを差し込んで、ぐさ、反対側にも柱のようなパーツを差し込んで、ちっちゃいパーツにこの人のパーツですかね人なんですかね、これちょっとわかんないですけど、差し込んで、これを真ん中にセットしたら、あ、こんな感じですね。これね、人だと思ってたんですけど、これ運行表とかですかね。スロープもつなげるんですかね、これセットして引っ掛けれるようになってるんでね、これをフロアに差し込みます。よいしょ。簡単に組み立てたんですが、こんな感じです。おー、これちょっと遊べそうですね。いいですね。はい、ストラクチャー B のイエローでした。次は黒色のカプセル見ていきます。今度もストラクチャーで、これは A のグレーですね。はい、いやー、パーツはさっきの黄色とイエローと同じで、数も同じですね。はい、セットしていってはい、さっきと同じ形なんですが、組み立て完成です。これはストラクチャー A グレーでした。残りのカプセルはね、車になってます。白色のカプセルから見ていきます。じゃじゃーん、出てきたのはイスズエルフですね。運転席部分は白色で、後ろはシルバーになってます。綺麗なシルバーですね。ホイールはノーマル形状の形になってますね。はい、後ろはこんな感じになってて、反対側のサイドはこちら、上から見るとこちらで、底面はね、こんな感じになってますね。タイヤは回るんで、下に置いて手転がしで遊ぶことができますね。通常版のトミカと大きさを比べると、こんな感じでかなりね、ちっちゃいサイズになってます。次は青色のカプセル見ていきます。パカッ、じゃじゃーん。中には三菱ふそうエアロクイーンブルーバージョンが入ってました。上から見るとこんな感じで、底面はね、こちらとなってます。ホイールはね、ノーマル形状ですね。横にはエアロクイーンと書かれてます。結構ね、細かいところ綺麗にね、ペイントされてるんですよね。次は赤色のカプセル見ていきます。パカッ、じゃじゃーん。三菱ふそうエアロクイーンのオレンジバージョンが出てきました。上から見るとこんな感じで、底面はね、こちらとなってます。これもさっきと形は同じなんですが、色が違うだけですね。さっきのはブルーでこんな感じなんですけど、あとはね、全部同じですね。前はね、こんな感じで、横はエアロクイーンって書いてあって、後ろね、テールレンズの塗装もされてますね。最後、グリーンのカプセル見ていきます。パカッ、じゃじゃーん。最後はマツダ CX5 ですね。ブルーカラーになってます。かっこいい。ヘッドライト、フォグランプと細かいところ、あとね、ラジエーターグリルの下のところまでね、綺麗に塗装されてるんですよね。ホイールはノーマル形状です。テールレンズも綺麗に塗装されてて、マツダのエンブレムが、書かれてますね。あとバンパーの下の部分は黒色になってます。上から見るとこんな感じで、底面はこちらとなってます。小さいですが、本当にね、細かいところもしっかり作られてて、かっこいい一台になってましたね。今回ストラクチャー2つしかないんですけど、いっぱい集めてね、立体駐車場にね、できるみたいなんで、そんなのも組み立てたら楽しそうですね。こんな感じでつなげて、付属のポケットトミカを使ってね、ベーン、こんな感じで遊ぶこともできますね。ウィーン、ブー、おー、曲がれない、いきます、はしゃー、ピュー、ブー、あ、
いいですねこれ結構飾るのにもこの台いいですし、あとね遊ぶのにもいいですね。これの黄色のイエローの上にグレーをねちょっと差し込んでみちゃいましょう差し込んで、おーいけたいけた、差し込んで、でスロープ、おー、あーダメか、あ入れ替えたらいけるかな、はい差し込んでスロープ押せうわーこれちょっと無理がありますね、ちょっと無理がある、これで走らせると、いきます、ピュー、おお、思ってたよりスムーズに走りますね、いきます、ピュー、おお次はイスズエルフいきます、はしゃーピュー、おー失敗、はい今回はポケットトミカ一緒に遊ぼうつながるターミナル編全6種類ご紹介しました。ストラクチャーをいっぱい集めてね、いろんな形にね組み立てて遊んでみてください。それでは今回はこの辺で、じゃあまたね、バイバーイ。